サンフレッチェ広島所属の広永亮太郎です。ジャクパ OB です。今コロナの影響でサッカーができない状況にあると思うんですけど、こういう状況だからこそ自分が上手くなるために何が必要なのかを考えることが大事だと思います。僕は自分の試合を見返したり、海外の試合を見たり、スポーツ選手の本を読んだり、あと体幹トレーニングをしています。その体幹トレーニングを紹介するので、ぜひやってみてください。一緒にこの状況を乗り越えて頑張りましょう。